ーい、どうも皆さんこんにちは、サノッチでございます。皆さん見てください、この広大な景色、新潟県っぽいでしょ。はい、本日はですね、新潟県は南魚沼郡に来ております。いやー素晴らしい。いやー外って暑いね、まだね。それでですね、なぜ本日こちらの方に、来てるかと言いますとですね、企画のタイトルが佐野市新潟県ラーメンロード。ありがとうございます。佐野市新潟県ラーメンロード、まあやっぱり今ね、あのコロナがまたね非常に、多くなってきておりましてですね、やっぱり新潟県も徐々に徐々に、増えてきております。その中でですね、いろんな職種の方が困ってると思うんですけども、このね、新潟県は上中下越ありましてですね、そちらの全ての地域の計7店舗のオーナーさんからですね、まあ、新潟県を盛り上げるためっていうのも込めて、ぜひねラーメンを食べに来ていただいて、そういう動画の方から新潟県を盛り上げられればということでですね、お声をいただきましたので、まあ、私もね文字通り微力なんですけども、微力ながら、ご協力させていただければと思いましてやってまいりましたね。なんで、今回はこの、まあ、企画じゃないんですけども、7店舗、最低でも7店舗はね、ラーメン動画がアップされますんで、皆さんよろしくお願いします。ぜひ動画の方を見て、美味しそうだなと思ったら食べに来ていただければと思います。それでは記念すべき1軒目はこちらでございます。さあ始まりました、佐野市新潟ラーメンロード、記念すべき1軒目のご紹介でございます。記念すべき1軒目、新潟県は南魚沼郡にございます麺どころ清水さんでございます。はい、こちらのお店ですね、私自身も初めて来るお店になりますので、大変楽しみにしてやってまいりました。早速入っていきましょう。はい、店内に入るとですね、大きなカウンターテーブルが目立ちまして、小上がりが2つ、そしてカウンター席がございます。メニューの方なんですが、麺どころ清水さんの一番のおすすめがこの塩煮干しそば、塩煮干しそばが一番のおすすめだそうです。で、一番人気なんですけども、こちらで手作りされているワンタンがね非常に、人気だそうで、こちらも食べる予定になっておりますので、非常に楽しみにしております。はい、そしてね、店主の清水さんが東京出身というのもございまして、使っている麺がですね、八王子の田村製麺というところの麺を使っておりまして、こちらの麺もこの辺でしか味わえないそうなので楽しみにしております。はい、本日いただくのはこちら、おすすめの塩煮干しそばと、この日のために作っていただいた私とのコラボラーメン、サノッチのネギ豚というのを作っていただいたので、そちらの方をいただいていきたいと思います。それではどうぞ。はい、こちらが麺どころ清水さん一番おすすめの塩煮干しそば600円でございます。見てください、この黄金に輝くスープ、見てるだけで飲みたくなりますね。こちらカツオと煮干しベースのスープでございまして、もう出てきた瞬間のこの強い香り、はい、これがまたね食欲をね沸かせるんですよね。そして一口このスープを飲むと、この芳醇な香りと強いキレにですね、もうずっと延々に飲んでいたくなるようなスープに仕上がっております。こちらの麺にご主人が激戦して選んだ田村製麺さんの麺を使い、至高の一杯となっております。それでは早速いただいていきましょう。はい、それじゃあいただきます。思ったより濃厚。
濃いね。美味しい美味しい。なんか透明感あるからちょっとなんだろう、あっさりというかしてるのかなと思ったら、ちゃんとしっかり味付け。あ、もう好きだわ。もう好き。あ、ずっと飲んでたいなこれ。じゃあ麺の方。はい、続きましてサノッチコラボラーメン、サノッチのネギ豚1200円ということで、こちらのスープ先ほどと色合いは似ているんですが、豚 100% のチンタンスープということで、全く違った味わいになっております。そして、ちょっとね、1200円というちょっとお高めな設定なんですけども、こちらのワンタンやチャーシューに使われているつまりポークという大変希少な豚を使っていることから、納得のお値段となっております。こちらも8月の28日から9月いっぱいまで販売予定なので、ぜひ食べに来てみてください。はい、それではですね、弁所清水屋さんのサノッチコラボラーメン、サノッチのネギ豚、サノッチのネギ豚ラーメンをいただいていきたいと思います。いただきます。なんか塩味とその動物系のうまみがうまーく混ざって、あー、これもずっと飲めるわ。このお風呂に浸かりたいよね。
チャーシューもね、さっきのチャーシューとはちょっと違って、炙っておりましたね。そしてこちらが自慢のワンタンでございます。うわ、すごいプリンプリン、プリンプリンしてる。ワンタンからいただいていきますね。肉厚と、うん、肉厚やばい、歯舞台もやばい、ワンタンもうまい。何やねん。ちょっとここね、来るまで1時間40分かかるんですよ、上越から。高速道路が早く通ってほしい。ネギがまたいいアクセント。全部美味しいなのが入ってるの。贅沢になっている。ワンタンとチャーシュー同時に。めっちゃ贅沢。口の中パニックや。
まこちらの方もね、こっちのコラボラーメン、なんと8月28日から9月いっぱいの予定で販売予定でございます。はい、こちらの方もね、ぜひ食べてみてください。マジうまい。いやー、うまっ。ごちそうさまでした。